北条早雲の死因、戦国長寿大名の最後とは。戦国時代に大活躍し、現在でも人気のある戦国武将たちですが、当時医学はまだそれほど進んでいなかったため、その死因ははっきりとは分かっていないことが多いです。その中でも武田信玄の死因は胃がんまたは結核、そして上杉謙信の死因は脳一血であったとされています。戦で命を散らすイメージが強い戦国大名ですが、必ずしも戦場で亡くなっていたということではなく、病気で命を落とすことも多々あったのです。戦国大名の先駆け、北条早雲の死因は？では戦国時代初期に頭角を現し、相模一帯を平定するという偉業を成し遂げた北条早雲の死因は一体何だったのでしょうか。実は早雲の死因は打ち死にでも病気でもなく、老衰であったとされています。相模を平定した早雲は家督を長男に譲り、当時としては長寿であった63歳で亡くなりました。一説には87歳まで生きたとも言われています。どちらにしても人間50年と言われた戦国時代を生きた武将としては、かなり長生きであったということができるでしょう。ちなみに武田信玄は52歳、上杉謙信は48歳で亡くなっています。では北条早雲は他の戦国武将と比べて長生きだったのでしょうか。早雲はピンピンコロリで寿命を全うした戦国大名だった。戦国武将の死因には戦で亡くなったケースを除くと高血圧が密接に関わっていることが多いです。また現在でいう生活習慣病で命を落とした戦国武将も数多くいます。北条早雲よりももう少し後の時代に活躍した徳川家康も、彼自身が健康管理に気を使っていたにもかかわらず胃がんによって亡くなったとされています。やはり相当なプレッシャーを抱え、ストレスが溜まっていたのでしょうか。しかし戦国武将の一人である北条早雲は老衰で亡くなったというだけでなく、とても穏やかな死を迎えたそうです。早雲が亡くなったのはまだ武田信玄も生まれていない1519年のことでした。7月2日三浦岬で船遊びをしている最中に倒れ、静岡県伊豆の国市の韮山城に運ばれると、そのまま回復することなく1ヶ月近く経った後に亡くなったそうです。相模一帯を平定し、嫡男である北条氏綱に家督を譲った早雲にとって、この世で思い残すことは何もなく大往生であったのではないでしょうか。500年近く前にその生涯を閉じた早雲ですが、その生き方を通して現在の私たちも長生きの秘訣を探ることができるのではないでしょうか。早雲が長生きできた秘訣とは。早雲が戦国時代において長生きをすることができた理由の一つとして、彼が若い頃に禅宗の教えを学んでいたということが挙げられます。禅宗の教えでは食生活をはじめとする日々の生活を厳格に律しており、実際禅宗の僧侶は85から108歳とものすごい長寿であることも珍しくはないのだそうです。鎌倉時代、禅宗を日本に持ち込んだ僧侶である永斎は当時の日本人の平均寿命の3倍も長生きしたようです。戦国武将というとどうしても血気盛んになりがちですが、禅宗の教えを守り厳しく生活を律していた早雲は現在でいうところの自己コントロールができていた人物であったと言えるでしょう。戦国ライター星野真中の独り言。早雲の三男で箱根湯本の早雲寺院主となった北条長綱玄庵は96歳の最晩年まで一族の長老として重きをなしていました。年をとっても寝たきりにならないというのは現在から見てもとても大切なことです。どうやら北条家には長生きの遺伝子があったことは間違いなさそうです。もともとの遺伝的要因に加えて、きちんと生活を律していたというところが
早雲が戦国時代という乱世においてピンピンコロリを成し遂げた秘訣なのかもしれません。